ドミノピザはアメリカの宅配ピザチェーン店。2018年現在、世界で最も多く展開しているピザ販売企業。ドミノピザが出展している国1960年、アメリカのミシガン州イプシランティの学生街にあったドミニックスピッツァという小さなピザショップを創業者のトーマス・エスモナハンが500ドルで買収した。これがドミノピザの始まりである。しかし彼は、 ピザの作り方に精通していたわけでもレストランの経営に長けていたわけでもなかった。一年足らずで店の経営を兄弟のジェームスに任せしりくが店から離れた車を持たない学生が多く住むイースタンミシガン大学の学生に宅配するアイデアを思いつき、現在の母音で終わりイタリア的な響きのドミノピザの店名で再度参入し、これがヒットした。 手作りならではの味を食卓へ届ける30分を超えた場合は無料というシステムがアメリカで多くの支持を集めたこのシステムはアメリカだけでなくアジアやヨーロッパオーストラリアなど世界中で親しまれていた現在の本社はミシガン州アナーバーにあるドミノピザ姫路南店日本では株式会社ドミノピザジャパンが展開同社は 本家の米国ドミノピザ社とフランチャイズ契約を締結して1985年9月30日に東京、エビスで1号店をオープンした。その後は様々な宅配チェーンが参入しているが、宅配バイクや厨房機器など店舗運営システムの多くは同社が日本で最初に導入している。本家アメリカのドミノピザは主に自動車にて配達を行っているが、 開業当時、日本の道路事情にあった配達手段として、通称、ドミノジャイロと呼ばれる、ミワバイクを開発した。ちなみに、1985年に、日本国内で営業開始したばかりのドミノピザに、浅野秀則が、フランチャイズ加盟申請するも、直営店主義を理由に断られたことが、ピザーラの誕生したきっかけである。2021年4月現在、 関東地方を中心に展開しているが、北、東北、山陰地方には未展開となっている。なお、鹿児島県は、鹿児島市西田の店舗が2008年4月で閉店し、一時期撤退していたが2020年9月に、北海道は2020年11月に、高知県は2021年4月に、それぞれ再出店を行っている。店舗数は、長年増加傾向にあり、 2019年3月時点で555店舗を達成している。2010年3月までの遠隔は、ヒガインダストリーズ旧会社も参照。創業当時の社名は株式会社 Y ヒガコーポレーション。創業者は、ハワイ生まれ日系3世のアーネスト M、ヒカ。2021年3月24日に、ドミノエス・インディアは、侵害にさらされメールアドレス、電話番号。 実際の住所、氏名、注文情報が漏えいした。ありがとうございます。